ダウティロートルは、イングランドのクロスタシャー州、スタバートンに、本拠地を置くプロペラと関連機器の製造業者である。何とかの所有者の変遷を経て、スタバートンのダウティロートル社の工場は、ゼネラルエレクトリック社の所有となり、GE アビエーションシステムズの一部として創業している。プロペラ市場において、ハーツェルプロペラとシェアを二分している。この企業は、 市場が一社の存続を許すのが、やっとの規模であったために1937年に、ロールス・ロイス社とブリストルエンジンズ車両社の、プロペラ開発部門を引き継ぐ形で、ロートルエアスクリューズとして設立された。社名は、ロールズ、ロイスと、ブリスタルを短縮したところから付けられた。ロートル社製プロペラは常に最先端のものとされ、ホーカー・ハリケーン、スーパー・マリン・スピット・ファイアや、 その他多くの第二次世界大戦時の航空機に装着された。戦争終結時には後期型スピットファイアに採用されて広範囲に使用されることになる5枚ブレードのプロペラが導入された。1943年に社名をロートルエアスクリューズからロートルと解消し、1952年には膠着装置と油圧装置を専門とするブリティッシュメシエ社を買収した。 1958年に、ブリストル飛行機とロールスロイスは、ロートル社とブリティッシュメシエ社をダウティグループに売却する、ことで合意した。1959年に、ロートル社とブリティッシュメシエ社は、ダウティエクイップメント社、ダウティフュエルシステムズ社と共に、シェルトナムを拠点とする、新たなダウティアビエーションディビジョンの一部となった。1968年にダウティロートル社は、 最初のグラスファイバー製プロペラを導入。それ以降グラスファイバー製は炭素繊維強化プラスチック製へと移行してプロペラ設計の主力として現在に至っている。スティーブン海、ウドバーヘイジーセンターに展示されるダウティ R391 プロペラ GE の現行のダウティプロペラの製品群はデハビランドカナダダッシュ89400サーブ340 サーブ2000といった多くのターボプロップエンジン搭載のコミューター航空機とともにロッキードマーティン C-130J、アレニア C-27 といった最新の輸送機に使用されている。同社製のプロペラはアメリカ海軍やその他の軍隊で使用されている。クックにも使用されている。バージニア州にある国立航空宇宙博物館のスティーブン海、ウドバーヘイジーセンターには このようなプロペラが展示されている。ありがとうございます。